タコちゃんズのタコミです。本日はシマノから発売されているアジング用ジグヘッド掛け紙の自作についてご紹介していきたいと思います。皆さん、掛け紙というジグヘッドはご存知でしょうか？今大変人気で品薄状態が続いており、なかなか手に入らないジグヘッドになっています。物が手に入らなかったので、掛け紙を参考にタコちゃんズが作った自作のジグヘッドを使って簡単に掛け紙の構造を紹介していきたいと思います。掛け紙はこのように従来のジグヘッドと違って重りに対して針がついているのではなく、アシストフックという形で針が2本ついたジグヘッドになっています。針先が傷んでしまったり、あとは針が1本折れてしまったりといった時なんかは簡単に針を交換して使い続けることができます。以上が簡単ですが掛け紙のご紹介になります。それでは早速自作の方をやっていきたいと思います。掛け紙のパーツは針部分をこのように、はい、取り外すことが可能です。ですのでパーツとしてはこの重りがついた本体とフックという2つのパーツからなるジグヘッドになります。ですので今回の自作はこちらの本体部分の自作と針部分の自作についてそれぞれご紹介していきます。まず本体の自作方法についてタコスケの方からご紹介します。それでは元部分を作っていきます。準備するものは 0.55mm のステンレス鋼の針金と 3B サイズのガン玉、金属製の物差し、爪楊枝、瞬間接着剤、ペンチです。まずはこちらの針金を爪楊枝に対して巻きつけていきます。だいたい3センチくらいの場所で折り返して輪を作っていきます。この時に作った輪がフックアイになるので、それなりの大きさでだいたい爪楊枝の太さぐらいの輪になればいいかと思います、はい、まずはこんな感じです。輪ができました。輪ができましたら針金が交差している下あたりに物差しを入れまして、針金の先端側を折り返していきます。そうするとこのような形が出来上がります。そうしましたら一旦本線から切り離します。ここは適当に切り離してしまって構いません。こんな感じですね。次にガン玉を取り付けます。ガン玉は先ほど折り返して折り曲げた針金の下にくっつけます。はい、こんな感じですね。だいぶ掛け紙っぽくなってきましたね。次に下の方の針金をまた曲げていきます。だいたいガン玉から7ミリくらいの位置でラジオペンチを使ってこちらをまた折り返していきます。はい、このような形になりました。そうしましたら折り返された針金の真ん中あたりの位置をラジオペンチで潰します。そうすると自然と先端の部分に輪っかができて真ん中あたりで絞られたような形になります。これでフックをかける場所が完成です。あとはこちらの余った針金の部分を切っ取ります。はい、これでフックをかける部分が出来上がりました。あとはですね、上の針金が少し長いのでこちらも1センチぐらいの長さで切ってしまいます。これで掛け紙の針金の部分の形ができました。あとはこのガン玉と針金の接着が弱いので瞬間接着剤を使ってしっかり固定していきます。はい、あとはこの上の針金の部分にワームを刺すんですが、このままだと抜けやすいので石糸を巻いて滑り止めを作っていきます。それでは石糸を巻きつけていきます。針金の真ん中の位置ぐらいに巻きつけたいと思います。まずはハーフヒッチで仮止めをします。仮止めができたらあとはぐるぐるっと巻いていきます。今回は10回ぐらい巻いておこうかなと思います。最後はエンドノットをします。最後は石板の部分に瞬間接着剤を少しつけて完成です。はい、これで掛け紙のベースの部分が完成しました。はい、それでは続きまして針の方を作っていきたいと思います。こちらが完成品になります。上にスプリットリングがついていて、大きさが違う針が2本、段差仕掛けになっています。向かい合わせの段差仕掛けですね。こちらを作っていきたいと思います。それではまず必要なものからご紹介していきます。本体とフックを接続するためのリングです。こちらはスプリットリングでも溶接リングでも問題ないんですが、アジング用なのでなるべくサイズが小さいものを選んでください。今回溶接リングは小さいものが見当たらなかったので、スプリットリングの00番を使っていきたいと思います。次に針ですね。今回の自作動画ではこちらのチヌ針を使っていきます。大きさは大きい方が2号、ちっちゃい方が 0.8号を使いたいと思います。続きまして糸です。こちら仕掛けを見ていただくと分かる通り、実は糸部分ってほとんどないんですね。かなり短いので糸についてはそんなにこだわらなくても大丈夫です。
ただすごく短い間隔で結ばなければならないので、今回赤糸を使って糸を固定します。なので赤糸が止まる糸を使用する必要があります。つまりフロロカーボンみたいな赤糸が滑ってしまうような糸では止まらないので、普段使用されている P ラインの歯切れですとか、あとはそれ用の滑らない糸、電野のアシストフックに使うような糸なんかもいいかと思います。摩擦でしっかり止まるような糸を使用してください。今回は P ラインちょうど余ってるものがあったので、そちらを使っていこうと思っています。 1.5 号ですね、これは。そして赤糸ですね。この赤糸ホルダーがあると作業がやりやすいです。以上が必要な材料になります。そして必要な道具については、まず必須なのがこちらのハサミ、接着剤。こちらは赤糸で固定した後に最後結び目を強化するのに使います。糸自体は赤糸で固定するんですけれども、その赤糸自体の結び目を強化するためにこちらを使います。そしてあると便利なのがバイスですね。針を固定しておく道具です。今回作成するフックについては、こちらのバイスがないとかなり難しい作業になるかなと思います。針がすごくちっちゃいので、片手で持ちながら糸を結んでとなると結構難しいです。ですのでぜひこちらはおすすめです。そして最後ですね、こちらはあってもなくてもどちらでもいいんですが、ウィップフィニッシャーです。エンドノットの代わりに最後固定するために使用する道具になります。もちろんエンドノットで結んでもいいんですけれども、慣れている場合はこちらを使うともうほんと数秒とかで赤糸の最後の固定ができるので、個人的には結構使いやすいなと思ってるので、今回はこちら使っていきたいと思います。あまりフライをやらない方は持っていないかなとも思うので、そういう場合はエンドノットを結んでいただいても構いません。必要な材料と道具は以上になります。それでは早速作っていきたいと思います。それではまずスプリットリングに糸を結んでいきたいと思います。 P を適当な長さに切るんですけれども、今回は両側に針がついた状態でスプリットリングに結ぶという形を取りたいので、針から針までの全長よりも長くなるように糸を切ってください。糸の長さについて最初はざっくりでいいと思います。ある程度長めに切っておいて後で短くするといった方がやりやすいと思います。今回はざっくりこのぐらいですね。10センチ15センチぐらいでしょうか。明らかに長いですが後で切っていきます。こちらの糸を輪っかに通していきます。でまずこのように糸を折り返します。そうしましたら折り返した部分を輪っかに通して、この端っこ2つをこの出来上がった輪っかの中に通します。通りましたらこの両端を引っ張ります。このような形で輪っかから糸が2本出ているものが作れました。そうしましたらこちらとこちらの2本の糸にそれぞれ針を結んでいきたいと思います。針は大きい方小さい方どちらから結んでも問題ありません。今回はまず大きい方から結んでいきたいと思います。まず針をバイスに固定します。そうしましたら赤糸で糸を結ぶ場所に下地を巻いていきます。まずハーフヒッチで簡単に糸を針に固定します。そうしましたらどんどん赤糸を巻きつけていきます。最初は下地ですのでそんなにこだわらずに、割と気軽にくるくるくるっと巻いてしまって大丈夫です。特に隙間とかあってもあまり気にしなくて大丈夫です。ある程度下地が巻けましたら糸を固定していきます。はい、ここで先ほど結んだ糸登場です。掛け紙では大きい方の針が段差の短い方に当たるので、糸と針を合わせてちょうどいい長さのところを決めます。だいたいこんなもんかなっていうところが決まりましたら、あとは赤糸でぐるぐる巻いていきます。段差の短い方についてはほぼスプリットリングに接するくらい、 2,3 ミリぐらいですかね、空いてるくらいの位置で止めてしまっていいと思います。スプリットリングからあまりに離れてしまいますと、ワームから針が離れてしまって針がかりにつながらないということが発生してしまうので、なるべく短めに結んでもらって大丈夫だと思います。そうしましたら針と糸を固定していきます。固定する時の赤糸はグッと引っ張りながら結構きつめに固定してください。固定する時にこの最初に仮止めしたこの端っこの糸が邪魔だなって思う方はこちらは切ってしまっても大丈夫です。それでは固定していきます。2ミリ3ミリぐらいです。固定する時の注意点なんですけれども、針に結んでる糸ですね、糸本体が針の内側でしっかり固定されるように向きに気をつけてください。何回かぐるぐるって巻きつけたら一度糸の向きをしっかり調整するといったやり方がいいかもしれないですね。3回くらい巻きつけるとだいぶ糸が固定されて動かなくなってくるんですけれども、最
初1回目2回目巻きつけるときは固定したい糸がくるくる回ってしまってやりづらいなって思うときあると思うんですけれども、そういう場合は針のこの元に軽くセロハンテープで留めとくとか、仮止めして動かないようにしてぐるぐる巻きつけると楽かもしれないですね。さあこれで固定できたはずです。で、糸がちゃんと内側から出ていることを確認して軽く引っ張ってみます。糸が動かない、問題なく固定されてるなと思ったら最後赤糸を留めます。この最後赤糸を留める場合に使用するのがさっきのこちらリップフィニッシャーです。でこちら持ってない方はこのまま何回かハーフヒッチで結んだ後にエンドノットでおしまいで大丈夫です。リップフィニッシャーを使用する場合は先端と手元側に2箇所山ができていると思うんですけれども、使い方としては先端で引っ掛けてこの2本目の山を軸にしてくるっと半回転させる。そうすると赤糸ホルダーの方の糸とこちらで押さえてる方の糸がクロスするんですね、針のたもとで。そうしましたら赤糸ホルダーで押さえてる方の糸を巻き込みながらぐるっと1回転させるという感じです。これを何度かくるくるっと巻きつけます。こんな感じですね。で、この輪っかの余ってる方の糸軽く巻きついちゃうんで後で抜いてください。3回から5回くらい巻きつけたら奥側の谷に引っかかってる方を外して手前だけになったら赤糸ホルダーの方を引っ張って最後引っ掛けてた分を抜く。そうしますと固定されています。これで糸が完成です。この余ってる方の P ラインの端っこはもう使わないので切っちゃって大丈夫です。さあこれで糸を結ぶことができました。こんな感じですね。ちゃんと短く思ったところで結べています。こちらが完成したフック部分です。あとはこの2本の針の赤糸の部分に少しだけ接着剤をつけて結び目の部分を強化します。直塗りするとつけすぎてしまうことが多いので、私はこのような適当なアルミかなんかにちょこっとだけ出して爪楊枝でちょんちょんとつけています。ちょんちょんとここに少しだけで大丈夫です。特に最後のエンドドットの部分ですね、本線の P ラインには接着剤がつかないように注意してください。硬化すると強度が下がってしまうので赤糸の部分だけにつけるように気をつけてください。濡れたのであとは少し乾かします。それでは最後に出来上がった部品を組み合わせてみたいと思います。セットしてみました。ちょっと小さくて見づらいかもしれませんが大きさもちょうどよく作れていると思います。それではワームをセッティングしてみます。ワームのセッティング方法はすごく簡単で、上のフックがついていない方の針金にブスッとまっすぐ刺すだけです。さあできました。結構バランスよくできたかなと思います。ワームを引っ張ってみてもちゃんとフックキーパーで止まってますね。はい、というわけで自作の掛け紙完成です。次のアジング調校では早速これを使って釣っていきたいと思います。本日の動画はここまでになります。この動画を見ていいなと思ってくださった方はいいねやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それではタコちゃんズでした。ありがとうございました。